はい、ハットの心さんのインタビューです。本日は魂のテーマ、シナリオと自我が持つ欲望欲っていうこの違いについてお話を伺いたいと思います。まず魂のシナリオに自分の欲望っていうのが矛盾してっていう方はやっぱり多いんでしょうか。多い。そういう人たちが早く魂のシナリオに気づくにはどうしたらいいでしょうか。自分と向き合うことが一番大事。その前に魂のシナリオっていうのは頭で考えてることが思い通りになることが魂のシナリオではない、自分はこうありたいとか、夢を持つとか目標を持つとかっていうのは、これはやっぱり自我の欲望なんですか。欲求でもあり、自分が魂が選んだシナリオでもある。その区別っていうことはつきますかね、自分で。つくと思う。これは自分の欲なのか魂のシナリオなのかって。何が正しくて何が悪いのか、善悪、そういったものは関係ないんだよ。関係ないって言ったらちょっと誤解招くかもしれないけど、全ての出来事に意味があって、全ての出来事に意味はない。なぜか自分の魂が味わう、自分が選んだ選択肢に正しい間違いっていうことはまずないから。いいことも悪いこともね、上からにしたらいいことも悪いこともそれは意味がないもの。なぜか全て味わうため。ということはちょっと話があるんですけども、人を殺したいっていう、こうふつふつと湧き上がるっていうのは、これ欲なのか魂のシナリオなのか、どっちなんですか。魂のシナリオだね。一般的世間体には人を殺すっていうのは罪だと言われてますけども、だってそのちょっと言葉誤解されがちかもしれないけど、上から見たら善悪ってないの。人を殺そうが殺さない、殺さないが、そういったものは関係ない。なぜかその殺すことで殺された人たち、残された人たちがどう思い、どう感じ、そういったことを味わわせるための悪役をしてくれた相手だから。で、殺された側もそう。殺されたことによってその周りにいる人たちに、その殺しちゃいけないっていう、なんだろう、悲しさ、切なさ、失望、そういったものを味合わせてくれる大事な人なの。だから両方とも大事な存在なの。だから善悪っていうのは上は関係ない。人間が作り出したもの、